それで。まあ怖い。あ、負けました。で、相手のレバーもしくは次行きたいと思います。はい。ローキック、ユーザーキックと、はい、まあ、結構地味系な技できたので、次はちょっと派手系な技を一個挟んで、なんだろう、行きたいと思います。はい。後ろ蹴り。おお。バックスピン。うんうんうん。って言ったりするんですけど。はい。逆に先にやってもらっていいですか。もう一回いいですか。今すごいめっちゃうまいんですけど、実践と考えると空振っちゃう。はい、これ結構簡単なんですけど、まず前蹴り、はい、前蹴りを蹴ってもらう。はいはい、この軌道を覚える。はい、これを後ろにそのまま、うん。やるイメージ。おー。後ろに前蹴り、あ、そう、後ろに前蹴りを蹴るイメージ。はい。次は、ローキックでも言ったんですけど、軸が大事で、自分左で蹴ります。はい、左の方が大事で、軸をこれも倒したりとか、はい、頭を後ろに蹴ったりしないで。で、まず、ギリギリまで自分の体をねじる。うん、ギリギリまでねじって、もうねじれない。はい、ってところから、はい、さっきやった後ろの前蹴りを絶対やる。これが結構分かりやすいです、うん、簡単な蹴り方。はい、ちょっとから決めて押し込む。そう、負けてます。重い。で、やっぱ今ねじった後に、はい、頭がこっちに行っちゃってるから、はいはい、多分このサンドバッグに負けちゃう。はいはいはい、なるべく頭はこのままでやる。はい、そうそう、おう、まい、うまい、うまい、そう、おう、まい、今のめっちゃいい。はい、あと2回、1、5、2、ひねる、見る、蹴るを一挙動でやると言えます。はい、まあ、怖い。こんな感じ。はい、うわー、せの。あ、いや、今めっちゃうまい。いいですか。お、いや、難しい。多分、ねじって見るがしっかり見る。見る。そこでどこに当てるかをしっかり見て、はい、そう、うまい、ナイス、うまい。あ、負けました。めっちゃうまいです。確かにしっかり見ると全然違います。もう遅いですよね、私多分。ねじりを、なんだろう、コマとかこう雑巾を絞るイメージで体をねじってあげると効いてるんです。そう、めっちゃうまい。なるほど、うまっ。そう、めっちゃうまい。ちょっと楽しいかも。はい、自分は今の蹴り方プラスで蹴る瞬間に飛ぶ、お、飛んで蹴るタイプなんですけど、はい、これで、はい、結構空手時代からこれは結構使ってる技で、いきなり蹴るとやっぱ避けられたりとか避けられてしまうので、うん、なるべく自分は蹴りの後、この蹴りを蹴って着地、これを普通に使って蹴ってる。わー、そうしてます。はあ、この飛ぶっていうのにも理由があって、自分は結構回るときに頭こっちになりがちなので、それを上に飛ぶことによって、はい、まあ、ごまかすじゃないですけど、上にしっかり力を加えて、おー、イメージでこのようにしてます。はー、何回でも見れますね。いやー、これはちょっと田辺さん例えがいがある。さあ田辺さん、はい、与田選手の後ろ蹴り、はい、この魅力を、うん、いかに視聴者の皆様に分かりやすく伝えるか、いかがでしょう。魅力はもうあれですもんね。でも、なんだろう、強さで言ったら
チャンピオンになるぐらいですか。え、むずいむずい。なんかもう本当にあのこれが壊れたんかなと思うぐらいです。なんかこれが壊れたんかな。この一体、はい、サンドバッグだけじゃなくてこの一体が壊れたんかなと思うぐらいな。あるじゃないですか、なんか竜巻のようとか普通に。あ、すごい。すごいなんか一般的にですよ、僕みたいな僕が考えるとそうですけれども、プロの格闘リポーターからしたらいっぱいあるのかな、ご威力はさすがだからあるのかなと思ったんですけれども、いかがですか。それ使いましょう。はい。竜巻のようですか。俺が言ったところでも使いますか。すごいすごい、まさにですね。田辺さんならではのセンスぜひ例えてみてください。そうですよね、はい、なんだろう、はい、うーん、多分3つ技習ってるんで、はい、相当これ格闘リポーターが好きだ、当たってるはずなんです、うん、はい、確かに確かに、多分ものすごいの出てくるはず、うん、だと僕は思ってます。お一期待したいですね。ですよ、はい、うん、あ、わかりました。わかりましたか。あの糸で引くコマみたいな。どうでしょう。回転がこっから回すとかいうレベルじゃなくて、はい、何かのパワーを使わないとスピードが出ないぐらいの回転力、何かに引っ張られたかのように回転してシュパン、回転してシュパン、はい、与座さん出ましたね。 いいと思います。いいと思います。よかった、乗り越えられた。派手技の次、またちょっと地味技に戻るんですけど、はい、まあ、カフキック行きましょう、はい、最近今流行ってる技で、うんうんうん、まあ、これで自分も KO 勝ちしたことがある技なんですけど、はい、相手のふくらはぎを蹴ります、はい、さっきの最初のローキックは引きを意識して蹴ってくださいって言ったと思うんですけど、はい、今度はサッカーボールを思いっきり蹴っ飛ばすような、もう思いっきり蹴って思いっきり蹴る。はい。ふくらはぎの後ろ。自分の甲をここら辺に当てて、はい、で指先が自然と足の裏に、はい、こうかぶさるようなイメージ。はい。おめでたい。びっくりした。すごい。こういう気持ちってこと。もうこれは最悪軸倒れてもいいです。あ、わかりました。思いっきり。いい。ちょもうちょい下でもいいし。もう無理です。どこが痛い。負傷負傷。足の甲。思いっきり蹴ってくると痛いっていうことを忘れてましたね。なんかアドレナリンが出て。下の方が硬いです。あ、そうなんですか。もう震えて立てないんだけど。これローキックとの違いはその高さが違うっていうことだけなんですか。そうでもない。高さ、はい、引くのか振り切るのか、うん、で、考えてます。あ、まあ、引かないローキックもありますけど、基本的なローキックは引く意識で、カーフキックはもう振り切るイメージですね。なるほど。でさっき軸倒していいって言ったんですけど、これは理由があって、相手がじゃ右のストレートを打ちました、軸を倒してパンチを外しながらカーフとか、あ、なるほど、に使えるので軸を倒しておきます。はい。で今ここ蹴ったんで、はい、自爆しちゃいます。でも本当思ってるより低めに蹴ってあげる。はい、なるほどですね。もうだフォームは違いますけど、はい、サッカーのパスするようなぐらいの床を擦れるようなイメージで低く蹴ってあげると、はい、怪我しないぐらいで。そうなかったら切れるんでした。もう激痛なんですけど。足首どっちだ。足首ですね。足首。ここをこうピッて固定して固めるという能力が多分なくて、バイーンってなってますの。ここでバババビーンって。なるほど。でもやります。パンチ余計だから。そう。でこれがだんだん効いてくるんで、こっちに意識がいくじゃないですか。はい、そしたら今度は。さっきやったこれを混ぜて、はい、相手がどこ受けれる受けれないとか、どこ意識してるとか見ながら地味技で組み立ててってるんですよね、はい、どうでしょう、視聴者の皆様に分かりやすくお伝えいただけますでしょうか。ヌンチャクって感じですね。ほう、これはどうですか。
まあ、理由が聞きたいですね。はいはい、ちょっと理由が。棒とか、あのいろんな武術のパフォーマンスをしてるんですけど、ヌンチャクだけはこう2本になってるので、こう振り切ったらこっち側は全然機能してないんだけど、奥の一番遠いところがなんかベチンってなってる、その感じがこう振り切るパワーの遠心力とか。そうそうです、遠心力、遠心力を感じました。遠心力ですかね。いや、あ、いいんすか。よかった、じゃあ最後、はい、三日月蹴りです。はい、お願いします。左足で蹴る、はい、まあ、理由としては相手のレバーを狙うので、お、右足で蹴る蹴りも三日月もあるんですけど、うん、左で蹴った方がより倒せます。はい、構えを逆にしてもらって、はい、サウスポーで蹴りましょう。お子球で蹴ります。はい、蹴りの軌道がちょっと難しいんですけど、前蹴りと、うん、ミドル蹴り、回し蹴りの間の軌道、斜め、膝から先のこのスナップを効かせて、うん、蹴るというよりは刺す。これで相手のレバーもしくは溝、めっちゃ痛そう。刺す。これも突き指するリスクがあるので、選手も軽く、だから斜めで刺す。これは回すんじゃなくて、はい、骨盤を相手に、あ、そう、相手に投げるようなイメージ。はい、ここから出す。そう、エクササイズです。ここをトップしないで投げてあげて、はい、右足が効いていて、私試合ってこういうことなんですね。そういうことです。もう3ラウンド目くらいはもうこっちがさ、もう機能しないみたい。おお、めっちゃうまい。おお、グリーン。おお、めっちゃうまい。これ、横田さん、改めてポイントなんですけど、はい、これ、前蹴りの軌道というより、ミドルっていうか、横から蹴る感じなんですか？前じゃないですか。はい、ミドルキックは横じゃないですか。ね、この間です。間、まあ、理由としては、まあ、何個かあるんですけど、他の蹴りをフェイントにしやすいです。例えば、三日月の軌道がここだとしたら、同じ軌道でハイキックを打って、自分の前の試合なんかもそうなんですけど、はいはいはい、一発目、左のハイキックを意識させて、まあ、相手ガードが上がるんですよ、これで意識するんで。で、途中までハイキックと同じ軌道に上げてあげて、そこから刺す。あ、なるほど。相手は上が来ると思ってあげると。ところにも刺さるんで、はい、他の蹴りで騙しやすいんですね。例えば相手の位置を蹴って意識させといて刺すとか、これがやりやすいので、斜めの方がいいです。なるほど。あとは、もう一個、回して蹴ると肘蹴っちゃうんですよ。はい、肘蹴っちゃって自分が怪我しやすいので、この隙間から刺すようなイメージで蹴ってあげる。それでミドルと前蹴りの間なんですね。で、こうインドとか蹴って意識させて刺す、上蹴って意識させて刺す。この相手を騙したりとか怪我のリスクを減らすために斜めから蹴った方がいいですね。器用にその中速というか、まあ、母子球ですよね、使い分けるじゃないですか。はい、まあ、ミドルキックも普通に蹴るわけですから、はいはい、これって与田さん、やっぱ空手出身っていうのもあると思うんですけど、もともとサウスポーですね。で、今もサウスポーですか、オーソドックスで。今は両方使い分けるんですよ。はい。その両方使えるっていうのも、何か一つこう、左足を器用に使える秘訣だと。あの、左利きなんですよ。ああ、やっぱり。はい。左利きで。まあでも、やっぱそれこそ反復ですよね。どこのタイミングで、どこの角度を蹴れば、怪我しないっていうか。多分さ、反復ですよ。もうでもふくらはぎがもう破裂しそうなの で、 そうです、3日は休まないと。もう少しじゃ半分。じゃあ応用で、はい、2回ローキック蹴って、はい、意識させて3回目で刺す。はい、1、2、3。あ、おー、うまい、めっちゃうまい。大変、超スコーンってなりますね、これ距離の違い。あ、じゃあこうなんですよね。骨盤を投げ、
おお、めっちゃうまい。まあ、いろんな三日月蹴りの蹴り方あると思うんです、はい、人によって、はい、でいわゆるなんで三日月って言われるかって言ったら、その足の軌道が三日月に似てるから、そう言われてるじゃないですか。与田さんの場合ってちょっと三日月よりは三日月じゃないですよ、なんていうんですかね、これもぜひぜひ、はい、普通だったら、はい、こう三日月、はい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 、蹴りのね軌道がね、はい、感じなんですけど、自分が最短直線で、おー、この違いですよ田辺さん、これだから本当は三日月と言いつつ三日月じゃないんじゃないかすぐ今確かに、はい、分かったかも、与田選手の三日月蹴り、はい、視聴者に分かりやすく伝えてください。ナイキ三日月ほどこうアーチを描かずに、ね、こう三日月らしく来んのかと思ったら、ここでめっちゃ端折ってきてポーンみたいな。はあ、ナイキ蹴り。ナイキ蹴り。はあ、出ましたナイキキック。はい、ちょっと新技ですね。ナイキ。どうまあでも本当あの感じですもんね。うん。ナイキ蹴り、ナイキキック。ありがとうございます。いや、よかった。新規スポンサーが左足に可能性が。そうですね。はい。今までで一番できなかったです。